陽名は、万寿渡る。天保15年10月、土佐藩郷市の河野通行の長男として、高知に生まれる。安政5年3月、江戸へ留学して、安井側県の門下となり、文久元年に帰国。土佐金納党に加入して、竹市半平太や坂本龍馬らと、交友関係を持つ。文久2年。 50人組に参加し、京都と江戸の間を往来して国事に奔走した。ところが、文久3年に、藩主、山内陽道が砂漠派に倶り返したことから反論が転換。このため投獄され6年間の獄中生活を送る。その際、厳しい拷問にも耐えて、同志を守り通したと伝えられる。英老の宣告を受けたが、河野は逆にこれを誇りにしたという。 慶応四年に、江戸幕府が崩壊して、明治維新が始まると、罪を免じられて出獄。同伴の後藤昌次郎の手引きで、大阪に上り、江藤新平の地遇を得る。明治二年四月に侍商局出資、後に、広島県第三次、司法大、進む県大賢治となる。明治七年の佐賀の乱では、大久保利市道に従い、鎮定のため九州に赴いた。 乱後の裁判では、かつての上司であった、江藤新平を取り調べ、釈明の機会も十分に与えないまま死刑を宣告した。尋問に妻子戸釜は江藤を同喝したが、江藤から逆に、戸釜、それが恩人に対することばか、と一括され、恐れをののき、それ以後自らは、真理に加わらなかった。地元では奥保が、金千円で戸釜を買収して、 江藤を葬ったという風評が立ったが、戸鎌自身は、晩年になって、立憲改進党手のひらごとの無田口元学に、自身の行動に関する弁明を試みている。明治8年に、元老院議官、明治11年には、元老院副議長となる。明治13年、文部教として教育令改正の推進した。明治14年、農商務省設立に伴って、 初代農商務卿に就任するが、明治14年の政変で、大隈重信らに同調して下野した。明治15年4月、大隈らと共に、立憲改新党を決闘して、副総理になる。明治21年に、数密顧問官として、憲法の審議に当たる。その後、第一次、松方内閣で、内務大臣、司法大臣、農商務大臣を歴任、第二次。 伊藤内閣では、文部大臣に就任して、文部行政の基礎を確立した。明治26年10月30日、死者区を除釈して家族に列すが、明治28年4月24日に死去、去年52。墓所は、東京都港区の青山墓地にある。ありがとうございます。